皆さんこんにちは。孤独のコーヒー TV へようこそ。ナビゲーターのゆきひろでございます。今日なんですけども、今日はですね、前から僕が結構大好きでね使っているこちら、はい、ビアレッティのミルクフローサー、電動のミルクフローサーの、MK01 ですね。これねすごい便利なんですよ。ミルクとかをですねこの電動でボタン一つでウィーンとフォームを作ってくれると。でカフェラテ用のフォームももちろんのこと、しっかり泡立てたねカプチーノなんかも、しっかりできます。で今日はこれを使いましてですね、豆乳を、しっかり泡立てまして、で 3D のですね、ラテアートに挑戦したいなと思っております。でこちらの MK1 なんですけども、今日はですねこちらのスペアついてますけど、もう装着してます。この泡立てのねこれがついた、リングがついた、こちらを装着して、しっかりとしたね泡をまず作りたいと思います。はい、では、ミルクフォームですね、から作っていきます。こちら本体にですねちょうど最小のメモリがねここについてます。なのでここまでね今日は入れたいと思います。ちなみに今日は、無調整ですねの豆乳使ってます。で蓋をしまして、はい、あとはこちら電源を入れるだけです。はい、これでしばらく待ちます。はい、スイッチが自動的に切れました。これで、できています。ちょっと開けてみましょうか。はい、見てください、このふわふわな感じ。もうね自動でボタン一つでね自動的に止まってこれだけふわふわができるんですよね。これほんと優れもんなんですよ。はい、ではですね作っていきたいと思います。はい、すいません。はい、以上ですね、終了という感じです。題して、化け猫でございます。はい。まあね、3D ラテアートちょっと真似事してみました。してみたんですが、やっぱりね、まだまだ修行が足りませんね。ちょっとね、チョコレートの具合がうまく。いかなかった感じですね。まあ一応ね体裁をなんとか整えてるのかな、整えてないね、まあ一応化け猫の 3D ラテアートでございます。すいません、ちょっと勘弁してやってください。要はですね何が言いたいかと言いますと、私の言い訳としましてはですね、このビアレッティ MK01 ミルクフローサー、これが優れものということでございますね。まあ、こんなね楽しみ方もしてみたら結構ご自宅で楽しいんじゃないかなと思っております。はい、皆様お疲れ様でございました。どうですか。はい、どうですか。ちょっと揺れるとねなんかちょっとなんかほらちょっと遠目に見るとなんか
愛嬌がある化け猫になりましたよ。化け猫どうですか、ちょっとなんか可愛らしくなってきたでしょ。はい、こんな感じでできましたよ、化け猫でございます。はい、 3D ラテアート一応ね。ちょっとね、私そういえばあまりね、美術は得意な方ではなかったという記憶が今蘇りました。でもね、味はかなりちゃんとしてると思います。それではいただきます。おお、うん、ね、味は OK です。はい、こんなんですね、感じで楽しんでみるのもまたおうちコーヒーのね、またならではかなと思います。なので、このねビアレッティの、魅力フローサー MK はこういった感じで遊べますので、ぜひねご検討いただけたらまあいいんじゃないかなと思っております。はい、皆様、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。